最高です、最高です。強い人しかいないんで、じゃあちょっとマスやりましょうって言った相手がみんなルンピネチャンピオン。だから自分も楽しいです。やっぱり日本にいるよりこういうシンガポールとかちょっと違う場所を変えることによって練習だけに集中できるんですか。そういう環境で追い込んでほしいっていうところですね、はい。練習相手も揃ってる、まあ、環境も全てフィジカルもダッシュができるフィジカルも環境もあって、でなおかつトレーナーもすごい人たちばっかなんで、まずこういう環境ではないですよね。まあ僕なんかの時代はタイに行ってたんですけど、タイに行くよりはここに来た方が、まあ、日本人は向いてると思います。凝縮してギュッてやるんで。観光とかも全然行ってないってことですか。全く行ってないんですよ。もう練習寝て食べる、練習で食べる、その繰り返しです。People that follow Muay Thai, people that follow kickboxing, started to know more about Tenshin. Yes, we're glad to have Tenshin training with us, and it's been good to have him here training at Evolve MMA in Singapore with all our different world champions, Muay Thai world champions. Good for him to be training here with us and be working with him. So yes, it's been great training here at Evolve in Singapore. But こうやってこう合宿というかキャンプ張れるのもやっぱ高校がないからっていうのもありますよね。あ、まあそれはありますね。普通学校ある人だったら今はもう学校ですからね。ですよね。一週間ってなかなか休めないですよ、ね。そうです。そうでしたね。いや、だいぶやりづらいですね。なんで蹴り自体が速いんですけど、蹴りはコンパクト、もう直線的に蹴ってるから、やっぱり明太だから、ああいうテクニックを知ってるか知らないかみたいな。多分そうですね。あとはもう経験値なんですよ。今まで味わったことのないような人、選手。そうですね。まあ、タイ人はみんなこんな感じなんですけど、いやでもやっぱオルホンとか本当トップ中のトップなんで、そういう選手の蹴りはなかなか受けない。蹴りの部分は多分すごくカルチャーショックというか、彼自身もでもショックな面があったと思うんですね。まあでも何ですかね、やっぱりトップの選手たちと肌を触れ合ってチャレンジ精神がまた芽生えたと思うし、上には上がいるっていうのも思ったでしょうし、すごくいい経験だと思いますよ。